ハヤブサ、ハヤブサ2と、こういう小惑星のミッションに携わることができて、本当に、大きく。幸せだな。壮大なプロジェクト成功へと導く重大な役割を吉川誠さんにご登場いただきます。拍手でお迎えください。一番、左側が、リュウグウ、小惑星リュウグウ到着の時の、想像図。で、真ん中がですね、これは2回目のタッチダウンの時の想像図なんですね。TCM2 というところまで終わりました。軌道制御ですね。この後、今月末に TCM3 というのをやると、地球にぶつかる軌道に乗ります。小惑星のとこで文化創造とありましたが、具体的にどのようなものがある、想像されるのでしょうか。小惑星という世界は本当に未知なんですよね。イトカワに行ったらこういう小惑星、リュウグウはこれだったというので、行ってみて初めてですね、どういうものかが分かる。新しいものがあったときに、どんなことができるかな、それをですね、どんどん考えていこう、そういう意味で書いたんですね。なので、具体的にこういうことやりましょうって感じじゃなくて、新たな世界を広げていきましょうと、未知の世界を探査、調べていきましょう、そういう感じです。宇宙に関する仕事に就く上で一番大切なことって何だと思いますか？広く知識を持っておくと、これ重要なんですね。自分の専門分野だけじゃなくて、いろいろといろんなことを知っていることが重要なのと、自分の専門分野についてはもう最先端のことを知っていると、その分野ではもうトップにいるということが重要ですね。どの分野が宇宙のことができるか、これあまりなくて、どの分野でもですね、宇宙に関係してますので、自分の好きなことをどんどん極めていくというのがいいんじゃないかなと思います。